はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、イニシャル D の漫画の中で描かれていることと同じ行為を現実に行うとどのような罪になるのかということについて詳しく解説をしていきます。こちらのイニシャル D という漫画については、峠の走り屋の愉快な日常を描いた漫画になっておりまして、基本的には複数台の自動車によって夜間の山間道路を高速で走行し、互いにバトルと称した競争を行う、現在の日本で定義されるところの違法競争型暴走族の日常を描いた漫画になっています。こういったストーリーの漫画と全く同じようなことを現実の世界で行うとどのような罪になるのかというと、結論から言いますと、道路交通法第68条で禁止されている共同危険行為等の違反となります。この共同危険行為というのはどのような違反なのかというと、道路において2台以上の自動車または原動機付き自転車を連ねて走行させ、または並進させる場合において共同して著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすことになる行為のことを指します。共同危険行為等の禁止の規定に違反したものについては2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなっておりまして、共同危険行為の違反点数は25点であり、一発免許取り消しとなります。その免許の結果期間は2年となっておりまして、交通違反の中でも特に厳しい罰則を科せられることになる違反となります。こちらの共同危険行為等の違反については、その車両の同乗者も同様に免許停止処分となりますので、ちょうど劇中で主人公がその同級生と共同しながら同乗し暴走行為を行ったというシーンについても、この同乗者の免許停止処分の罰則が適用されることとなりますので、2人同時にですね、免許を失うというような形になってしまうわけなんですね。基本的には現実世界でいうところの走り屋、ルーレット族、違法競争型暴走族等を取り締まるために、生まれた法律というのがこの共同危険行為等の違反なんですけれども、この法律に関しては非常に規定がざっくりとしておりまして、特に違反速度やドリフト行為等を行っていたか行っていなかったかということについても特に規定がなく、その違法行為を現認した警察官の判断で共同危険行為であると定義されれば、この法律が適用されることとなります。実際に漫画の世界だけでなく、リアルな我々の世界でも峠の走り屋やドリフト族、ローリング族等による危険運転行為の取り締まりの際にも非常に多岐にわたって運用される法律でもあります。実際問題ですね、峠の走り屋を摘発するというようなシーンにおいては、速度超過による摘発よりもこちらの共同危険行為等の違反で取り締まりを行うというパターンが非常に多いので、その違反に対する罰則もかなり重いものとなってきます。ちなみに共同危険行為等の違反については普通に逮捕案件でありますので、実名でこの違反者の氏名が全国に報道されることになります。作品の中ではですね、医学生や経営者など比較的社会的地位の高い人物も多数登場しておりますので、こういった人物がですね、逮捕されて共同危険行為等の違反を伴う罰則を食らったということになりますと、当然のことながら社会的な名誉も地位も失うというような状況になりかねませんので、リアルの社会ではこういった行動はね、絶対に行うことはないと思うんですけれども、あくまでもフィクションの世界ということで成立している物語であるということを十分にご理解いただきたいと思います。ちなみに峠の走り屋を摘発する際に、なぜスピード違反ではなく共同危険行為等の禁止の違反で摘発を行うのかというと、当然のことながら、危険行為の中でですね、特に違反度が高いと悪質性が高いということで厳罰を科すためにこういった法律を運用するという意味合いもあるんですが、夜間の山間道路においてパトカーや白バイ等による追尾を伴う超過速度計測を行うと交通事故に発展する可能性があり、また山間部の道路に常設のオービス、つまり速度自動取締り装置を設置するにも非常に大きな費用がかかってまいりますし、こういったオービスというのはその設置位置が外部から容易に確認することができるという特性上、意図して故意的に暴走行為を行う集団に対する取締りの能力が限定されるということから、なかなか運用することが難しいというのが現状となっております。ただし近年においては移動型オービスといって警察車両等で容易に搬送することが可能な小型のオービスというものも開発されておりますので、各都道府県警察においてすでに運用されているものもあります。近年
その数としては走り屋というのも減ってきている傾向にはあるんですが、まあ、実際の取り締まりの際には警察官の減任もしくは暴走行為等を行っている場面をビデオカメラ等で録画し、そのナンバープレートと車両の所有者情報を照会し、共同危険行為等の違反で検挙するというような流れになっておりますので、現代においては実際にイニシャル D の劇中で展開されているような暴走行為等はほとんど行うことが難しくなってきたなというのが現状であると思います。今回お話をさせていただいたイニシャル D の劇中で行われている行為がどのような違反になって罪になるのかというお話だったんですが、次回の動画ではこのイニシャル D の劇中で万が一人身事故を伴う交通事故が発生してしまったというようなシチュエーションについて、まあ、実際にこの走り屋がですねどういった処分に課せられるのかということについても少しお話をしていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は漫画イニシャル D の中で展開されている走り屋の違反行為について、実際に摘発が行われた場合にどのような罪に問われるのかということについてプロドライバーの目線から詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではアヤトでした。はい、アヤトサロンでは今回煽り運転を撃退するためのステッカーというものを制作いたしました。こちらのステッカーについてはドライブレコーダー映像証拠を録画中というような文字が書いてありまして、主に改正自動車運転処罰法の中で定義されている煽り運転を行うドライバーに対し、その危険運転の一部始終を映像として記録し警察へ提出する用意があるということで、危険運転を行うドライバーに対しての警告のステッカーとなっております。このステッカーについてはこちらの動画の概要欄の方に記載をさせていただいている Amazon のリンクページの方から入手していただけるような形になっておりますので、もし気になった方がいらっしゃいましたら一度確認してみていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトからの告知でした。